晩州職工房館江戸時代中期に由来する晩州式の資料館西脇中心部を望む西脇市の地形西脇市中心部周辺の空中写真1985年撮影の12枚を合成作成国土交通省国土画像情報をもとに作成西脇市は兵庫県の中央やや東に位置する市である加古川杉原川 野間川の三つの河川を持ち染色に、不可欠の水資源に恵まれた地であったことから、200年以上の歴史を持つ晩秋式の繁栄でかつては、全国に名を馳せ、また芸術家の横をただのりを輩出したことで知られる。兵庫県北張地区の北側、神戸市の北約5 0トルに位置し、東経135度線、北緯35度線が交差しており、経緯度で、 日本列島の中心点に位置することにちなみ、日本のへそとしてアピールしている。兵庫県北張間県民局管内に区分されている。北張間地域中心の都市であり、中国山地の最高寺山を市の頂点にして、加古川流域沿いに張間平野があり、その流域沿いに町や農地が広がっている。2005年10月1日に高郡黒田省庁と合併して、新たに 西脇市氏として発足した。江戸時代中期に、東村の宮大工、日だ安兵衛が、京都の西人から伝えた織物の技術が、農家の副業として発展し、晩州島と呼ばれていたものが、明治時代後期に晩州式と呼ばれ、全国的に名が知られるようになり、現在でも国内先染め織物の70%以上のシェアを持つ。また、産地と川が織ります。独自の地形から、 Y 字路が多く、横尾忠則に多くのインスピレーションを与え、Y 字路をテーマとした作品を数多く生み出した。旧、西脇市、編集1952年4月1日に一丁三村で新設合併し、市政を施行しており、施行当時の人口は32,126人で、ある。 1960年10月1日の国勢調査で42,238人をピークに減少しているが、昼間人口は西脇都市県を形成する北張間北部の中心都市であるため、流入超過である。全体の地区で人口が減少しているが、反対に国道175号沿道にある野村町は市内の中で京阪神の中心部に近いために人口が増加している。 新、西脇市、編集平成22年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、2.60%減の42,812人で、あり、増減率は、県下41市町村中20位、49行政区域中28位。晩州ラーメン横尾忠則の出生地としても知られ、横尾が描いた Y 字路が10あり。 観光ルート地図なども発行されている町の中心に位置する旧来住家住宅現在の西脇市は平成の大合併の一環として2005年10月1日に新設合併により発足した市であり、1952年4月1日に市政施行し、2005年に廃止された市とは異なる自治体である。なお、旧 西脇市の市役所本庁舎は新市における市役所本庁舎となっている。西脇市省、西のジオズアン化、加古川、杉原川をイメージ化したものであり、1964年10月1日に市政施行を記念して制定されていたものを2005年10月1日の新設合併後もデザインの変更に予算がかかるために変更せずに継承した。1950年代、 編集1960年代、編集1970年代、編集1980年代、編集西脇中畑工場公園にある工場1990年代、編集2000年代、編集2004年10月21日、台風23号で氾濫した野間川北張間、田園空間博物館の標識住吉屋から、放送誌が横尾忠則デザインによる、 1999年12月6日横が来店し、放送し48年間使っていただいて、感謝の色紙を残す。その後も何度か訪問している。西脇地区、編集市の中央部にあり、旧西脇村の範囲である。公共施設や商店が集中しており、地区の北側の同時山周辺では、住宅地を中心とした市街地、 主要地方道西脇停車場線以南は重症校の混在した市街地となっている。津万地区、編集過去に、と朝野号と呼ばれており、津万平野を構成する一帯である。西脇地区と共に、旧津万村、1917年に調整、解消して、旧西脇町の範囲である。地区の北側は、農業地帯である。また、国道175号の沿道であり、 バイパス建設が進められている。日野地区、編集市の北側にあり、旧日野村の範囲である。地区の中央を南北に流れる杉原川とその、両岸に広がる農地や宅地からなる平野部と平野部に、繋がる東西の丘陵部から形成されている。重春地区、編集、重春地域の町並み高松町で、撮影市の南側にあり、九十春村の範囲である。 地区内には、小中学校や高校の4校が立地する、市内でも特色ある、文京地区となっている。公共交通では、JR 加古川線が通過しており、沿線切手のターミナル駅とも言える西脇市駅があり、利便性は高い。また、国道175号も地域内東部を通過しており、滝の社インターチェンジにも近い。日野地区、編集日野地区の町並住吉町で、 撮影市の東側にあり、旧東小村の範囲である。加古川の流域沿いに位置する農業地帯である。公共交通では、JR 加古川線が通過しており、日本へそ公園駅、日のべ駅があるが、停車本数が少なく、利便性は低いが、国道175号の沿線の近くで、自動車交通は利便性が高い。地区の東側の住吉町と西側の堀町との、 高齢化率、利便性の格差が大きい。吉田地区、編集市の南西部にあり、旧吉田村の範囲である。火災群から編入された地域であるため、西脇市内よりも火災市との結びつきが強い地区である。全域が市街化調整区域であるため、順農村地帯と山地であり、過疎化が進行している。兵庫県道24号高北上線、兵庫県道34号。 西脇八代市川線が幹線道路になっている。また、商業施設が市内の地区で少なくかつ公共交通の便は利便性が低く、新規グリーンバスが西脇市駅から1日6便と、新規バスが北条町駅から1日4便が当地区を結んでいるだけである。黒田省地区、編集市の北東部にあり、旧高郡黒田省庁の範囲である。 14の集落を基本にしながら、2つの小学校区という社会権益に区分されており、農村田園地域が広がっている。城山から望む黒田小地区の町並み黒田小町、丘の丘稲荷神社福谷公園、福谷地、幼稚園2008年に、兵庫県の景観形成重要建造物に指定された西脇市立西脇小学校校舎。映画、ホタルの墓。 人間失格のロケが行われた。小学校中学校高等学校北張間地域でいち早く姿勢を施行したことにより、国の行政機関が集中している。西脇都市圏を形成する北張間北部の中心都市である。旧西脇市新西脇市構成版集式に使用された36インチ緑食器西脇市郷土の織物と暮らしの資料館以上全国へその町。 競技会自動車のナンバープレートの地名表記は神戸である。西脇市駅はもともと野村駅という名称で、野村駅から JR 舵谷線が分岐していた。舵谷線は西脇市の中心部を走り、市中心部に西脇駅があったが、1990年に舵谷線は廃止され、西脇駅もバスターミナルとなった。大阪と高速バス。 神戸と急行バスで結ばれており、乗り換えなしで移動できる。所要時間は新大阪駅西脇間83分、神戸三宮西脇間97分となっている。一般路線高速、急行バス市内の南北を縦断する国道175号、高松町で撮影市の中心部から住吉町を結ぶ兵庫県道36号西脇。 篠山線住吉町で撮影西脇市岡の山、美術館西脇市日本のへそ人系の、岡公園オートキャンプ場秋八福谷公園源,源、よりまさの縫え退治を再現した、増進温州高松山奉公院と平和の東大二次、世界大戦でのビルマ方面での戦没将兵母台のため建立された、高さ17メートルのパゴダには、ブッダがやより将来した聖砂と、 仏舎利りが法案される。寺院兵出身者霊祭2 0 1 1一0旧成田山法輪寺、白山510メートル、白山登山と秋、谷池神社、横尾忠則が描いた西脇市街のイじロ。ありがとうございます。